角でだのです、ね、生フルーツクローズなんですけれどもこちらの方にですね牛乳入れてこれからですね飲んでみようと思います酢に牛乳を加えるとトロッとした食感になってそれもすごく美味しいのでおすすめですトロッとした食感強いものが好きな方はですね牛乳少なめにしてちょっとさらっとした感じで飲みたい時にはですね牛乳少し多めにするといいと思いますそしたらですねこの、えー、生フルーツクローズブルーベリーなんですけれども 酢のの方にですねこの牛乳入れて飲んでみようと思います牛乳入れるとですねちょっとトロッとする感じになって固まってしまうんですけれどもマイルドになって酢、えー、入れてもですねかなり飲みやすくて美味しいのでたまにですねやるんですけれども牛乳ですね酢入れてこれで飲むのおすすめですはいちょっと入れてみますはいこんな感じでトロッとしてですねはいであと一気にこう飲むっていう感じですね もちろん水でもいいですけれども水とかですね牛乳とか豆乳とか入れてですね飲むといいんじゃないかなと思いますはい今ですね牛乳入れたやつ飲んでみたんですけれども、えー、それほどですね牛乳入れるとですね、えー、ツーンとくるような酢の感じはですねマイルドになってすごく飲みやすくてですねでこちらの方、あのー、砂糖とか氷砂糖確か入ってたと思うんですけども氷砂糖入ってるので えー、甘みもあってですねすごく美味しいですはい、えー、こういった感じですですねちょっとずつ飲むと健康にもいいと思いますのでこういう感じでちょっとずつ毎日ですね健康用にですねこういった瓶で買っておくといいかなと思いますあとですねブルーベリーの香りなんですけれども最後の方ですねちょっとですねこう残るような感じで、えー、と果物のですね甘くていい香りが少し残ってるのもいいなと思いました このようにですね、角枝の生フルーツ黒酢すごく美味しいのでもしですね、興味ありましたら是非ですね飲んでみてください。